こちらの、お稲荷様は豊川稲荷といいまして、この豊川稲荷はもともとはですね、こちらの先のですね、お寺屋さんというところに、祀られていたお稲荷さんが、もともとの、お稲荷さんです。この毎回トライオコチョに飲んでいますが、こちらですね、こちらの布袋屋さんというところに、ここに祀られていた、お稲荷さんが、稲荷横丁のもともとの、由来となったお稲荷さんになります。で、こちらのですね、虎横丁の虎というのは、ここにですね、江戸時代に薬局がございまして、そちらの方に飾られていた、虎がですね、その名前の由来になっています。これが虎横丁です。で、この虎横丁を行きますと、仙台のまあ商店街の、東一番町になります。